ラムの大聖堂、プエルトリコ・バカルディ・ラム1920年代に建てられたアールデコ様式のバカルディビル、ハバナ。バカルディは1862年にスペインからキューバのサンティアーゴ・デ・クーバへ移住してきたワイン賞、ドン・ファクンド・バカルディ・マスソによって設立された企業及び同社の販売する世界最大のラム種のブランドである。バカルディ社は キューバ革命後の国有化政策による摂取を恐れ、1960年10月にキューバから撤退後、本社をバミューダ諸島のハミルトンに移転。上流省、プエルトリコ、バハマ、メキシコ等に置き、品質管理を行っている。世界で初めてダムとしてチャコールフィルタリングを行い、そのスムーズなフレーバーによって、カクテルのベースとして使用するスピリッツのパイオニアとなった。 キューバ生まれの有名なカクテル、バカルリ、モヒート、ダイキリ、キューバリブレなどの誕生に大きく影響を与えた。現在では、ボンベイサファイア、デュワーズグレーグース、エリストフ、カサドレス、ノイリー、プラット、マルティーニ、ベネディクティン等のブランドを所有する。日本ではバカルリジャパンが参加ブランド品の販売を展開している。2011年、サッポロビールと業務提携し、 同社の販路を活用した販売活動を開始。2012年には新商品の共同開発に合意している。ありがとうございます。